福井市企業局は福井県福井市を営業区域とする水道事業者である。2020年4月1日付で従前の都市ガス事業を福井都市ガスに事業を譲渡し市長部局であった下水道部を統合した。福井市の上水道下水道を担当している企業局ガス部は福井県内で唯一の公営ガス事業者であった。同県内では2006年に 越前市の都市ガス事業が関西電力、鶴ヶガスが共同出資した越前エネラインに譲渡されてからは福井式業局が唯一の公営事業者となった。福井式業局では経営環境の悪化に加え人口減少やオール電化住宅の普及による需要の減少、2017年から開始されたガス工事の全面自由化による競争を受け、同年4月に 福井市ガス事業のあり方検討委員会を設置。同年12月21日に検討委員会は福井市のガス事業を早期に事業上とすることが望ましいと答申した。この答申を受け、福井市企業局は2018年1月31日に2020年4月1日をめどに民営化する方針を固めた。なお、 契約世帯数の割合は2000年と対比すると2018年度末で約30%も減少している。2018年4月16日に福井市ガス事業場と先選定委員会を設置。同年11月には選定委員会が関西電力、北陸電力、鶴ヶガスの3社による企業グループを最優秀提案者として答申し、 優先交渉権者として決定。三社のグループは、上渡価格として、福井市側が想定していた42億円を上回る67億円を提示したことも評価された。なお、上渡先の提案者には、伊丹産業や大阪ガスも名乗りを上げていた。2018年12月20日、福井市は関西電力を筆頭とする。 企業グループが設立した新会社とガス事業譲渡の仮契約を締結した。譲渡先の新会社は、福井都市ガス株式会社で2019年3月の福井市議会において、譲渡に関する議案を可決仮契約が本契約へ移行し2020年4月1日に民営化されることになった。新会社の福井都市ガスは、関西電力が筆頭株主となっており、 家庭向けの料金を最大で2割値下げする方針も示している。福井市のガス事業民営化により、北陸地方での公営のガス事業者は、金沢市企業局のみとなったが、金沢市企業局は2022年度をめどに、ガス事業と発電事業を民営化する予定となっている。ありがとうございます。